おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。本日は P を使った新技をまずはやりたいと思います。答えはミーバースにて、まだミーバースは見てません。ツイッターでいただいたコースですね。この方も仕組みは謎ですと書いてありますね。はい、ミーバースに答えが書いてあるらしいんですけど、まずはミーバースを見てない状態でちょっとやってみましょう。一回だけ中見てみました。で、まあとりあえず走っていこうか。最初見た時は別のことをトライしてみたんですけど、それじゃダメだったんですよね。とりあえず走ってみます。ここな、ここの位置で死んだのな。まあスピンが速いなんてことはないよね、さすがにね。そうですね、でもほとんど変わらないんだな。自分が試したやついきますね。おー、いけたー。 P ジャンした時にちょっとずれるんですよ、マリオが右に。さあではこちら参りましょう。やったらクリア率低いな。6月の25日にいただいたコースですね。家族で楽しく見ていただいているのことでありがとうございます。パパさんかなと息子さんで作ったコースみたいですね。やっていきましょう。やたら難しそうだけど。なるほどなるほどなるほど。一回待つか。うわ、これさ、このガスバーナー、ファイヤーガスバーナーのさ、おっと当たった。ちょっと出っ張ってんじゃん、パックンが。これ相当むずそうだな。うわで降りて、あぶれー。待機結構きついな。一旦こっち待機しようか。あ、これ一応終わりなんですね。これ下あるのかな。あぶれはっ、これ下あんのかな。あぶれ、そういうことか。 P スイッチ、あ、でも P 使わなくてもここ来れたら別にいいのかな。これは待ってね、キノコ取ると P ジャン、バネジャンって相当難しくなるよね。しまったな。あ、クソ、できねえ。やっぱでっかいと弊害があるな。上の情報が見えねえ。見えねえ。お、来た。下は、あれだったよね。穴だったよね。でも上見えないんだけどな。まあ上行くしかねえのか。こっちで合ってるるね。食らうのか。うわ、まあいいや、とりあえずこの絵で行ってみて。死なねえのか。 P スイッチか。キノコか。ちょっと待ってね。無敵状態利用してなんとかなんねえかなーとも思うけど、ちょっときついか。あ、クラッチた。結局クラッチた。うわこれ上抜けれるよな。まあ抜けないでいくか。こっちで行っとこうか。はあ、なるほど。こうか。OK ですね。キノコか。これはここにつながるのか。中身はキノコか。当たったか。これ大丈夫かな。セーフ。これ難しいね、地味に。ちゃんと進行方向に進んでる時に降りないと。ガガガガ、どの辺にあったっけ、よく分かんなかったよね。オッケー、乗れたね。これファイヤーバーの上の音符に乗ればいいんだよね。 LR、 あれか、クルックルしてくださいってことか。ほっ死ぬんかい。この辺だったよ。ね、踏んじゃった。ふっ。ふっ。
倒す？どういうこと？うわわわ、ゴールあった。ギリギリまでピー持ってって最後踏んでだな。おう、これを持っていって、まあ、この辺で一回ミスる余裕があるってことだけど、まあ、そんなにミスるような状況じゃないよね。ここで終わりだっけ？だね。じゃあ、ここで置いて、ヒップして、ピー踏んで、バネジャーなのかな？もしかしてさ、こっから届くんじゃねえか？高さ的に。どうよ。やってみようぜ。ほら、行った。今のでっかかったから当たってセーフだったし、多分普通に行けるわ。いいねランキング1位来ましたね。ガリマリオスピラン40秒。ガリマリオスピランって今までやったことないな。あの、相性山根さんでしょ？なるほど。道を出しといて、たた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 んたたらちゃん、たらちゃん、たた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 らちゃん、たらちゃんかぶった。違う、関根さんかぶった。関根さんじゃない、山根さんかぶった。たたたたたたた、残り3何秒よくわかんなかったね。21秒。え、結構難しい。はいはいはい、たん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 、たらちゃん、たらちゃん、結構忙しい、余裕がない。かぶった、またかぶった、また山根さんがかぶったぞ。右だ、右だ、多分右。はは、ちげえのか、時間ない。死ぬ死ぬ、あー、足りねえ。あ、ゴールそこ、嘘、今のゴールでいいじゃん。じゃあもうゴール、ジャスト10秒。パウパウロン、これ難しそうだね。多分相当難しいんじゃない。叩いて、いや、これ大丈夫だわ。ただ叩いて走るだけだ。ちげんかい。 OK、 お疲れ。さあ、じゃあこちら行きましょう。こちらは7月の16日にいただいたコースですね。多分受験生の方ですね。もう少しで結果が出るのか。さあ行きましょう。スピラン110秒スピランですね。かなり難しいスピランとなってます。ほっ、まずは第一コース突破。オッケー、ひー、入りました。オッケーです。三段ジャンプか。あー、ちょちょちょ、オッケー、これ叩くのか。オッケー、うわー、危ねえ、今2体同時に倒したか。こうなって、こうなって。うわっ！さっきと同じミスはしない。こわこわ。ハイスピン、ハイスピン。うわっ、オッケー。叩いて。これ、うわっ！はい。はい、オッケー。ここは大丈夫そうだね。かぶっていくんだね。了解よ。あー、来た来た。うわっ！これは大丈夫だ。なに？え、さ、あ、あ、終わったかも。3段ジャンプ。あ、やった！オッケー。いや、ちょっと待って。うわ、オッケー、いけてるよ。いけてますよ。え、ちょ、ま、いや、ちょ。あー、絶対ロスだわ。終わった。まあ、いけるとこまで行きましょう。オッケー。はい。壁キックでピャンと入った方がいいな、ここはな。スピンして、スピンして、スピンして、帰ってきて、ボンヘイ！ボンヘイと一緒に？ボーン！いや、な、あ、ひ、ほ、もう、ほんとに、ほんとに、もう、ほんとに。やばい、届かないかも。うわー、あぶねえ、ギリギリ。はい、死ぬんかい。
オッケー。ファイヤーじゃい。あぶねえ。鼻刺さってんじゃん。オッケー。お疲れ。くぅ、厳しい戦いだった。30分以上かかったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。